長野オリンピックから世界へ、田村大和。大学生になりました。長野オリンピックは17位。曲はクリムゾンタイドです。最初のジャンプです。トリプルルッツ、トリプルトーループ決めました。トリプルアクセル、3回転半ちょっと乱れました。サーキュラーステップシークエンス、円を描いているステップです。長野オリンピックを経験して一回り大きくなりました田村大和、3回転3回転のコンビネーションジャンプも成功させました。そして五十嵐さんがおっしゃっていたステップからの3回転も成功。星村君はあのトリプルアクセルですね。そうですね、今日の昼の練習でも同じような失敗だったんですけれども、ここのところちょっとしばらく同じような失敗が続いちゃってましたんでね。ただ失敗の種類としては本当に見た目はですね、ちょっと回転をオーバーして、はい、オーバーターンしたっていうだけなんですけれども、実は減点は 0.3 減点されまして、大きい減点なんですね。ここは3回転3回転です。ここはうまく降りました。そしてこのトリプルアクセル、ちょっと回転がちょっと空中での回転がちょっと遅かったですね。コンビネーションが素晴らしかったという長久保コーチの話がありましたが、まずリクワイアドエレメンツです。あとですね、そのトリプルアクセルでの要するに失敗の他にですね、はい、ジャッジによってはシットスピンの足換えで後半がですね5回しか回ってないと取ってるジャッジもいると思うんですね。ですから失敗したものはしょうがないんですけれども、それ以外のものってのは絶対に減点させてはいけないわけですよ。そういった細かいところの積み重ねをね、今後丁寧にしていくとよりいい点が取れていくと思います。シットスピンは腰を落としたままでのステップです。さあプレゼンテーションどうでしょう。表現力です。5.1
こちらは 5.5 が2人、ウズベキスタンのジャッジとカナダのジャッジがつけました。この時点で田村11人が滑り終えて第6位、トップはプルシェンコ、日本本田武史は現在第3位です。5-5, 5-3, 5-5, 5-2, 5-1, 5-3, thank you.